石川康史通りは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。美の大垣藩の初代藩主。伊勢亀山藩に石川家初代。石川家成の長男。石川和正はいとこにあたる。天正元年、武田勝頼率いる武田軍と戦って、武名を挙げた。天正八年、父が隠居したため、家督を継ぐ。父の家成は、 家康のいとこにあたり、西三河の旗頭となった、徳川家でも1、2を争う重心であった。天正18年、徳川家康が関東に違法された時、それまでの先行を称されて、数佐制度に2万国の所領を与えられた。当時の交通は徳川家中の有力大名として、井伊直政、本田忠勝。 坂木原康政、平井は近吉と共に在京中の家康守護を交代で務めていた。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、竹谷松平家清と協力して、尾張国清洲城の守備、石田三成の大見国沢山城攻めに参加し、戦後に先行を称されて、美の大垣藩五万国に数を違法された。慶長十二年、六月十六日に、歌詞状態となるも、 その夜半に蘇生、大垣城天守の作辞を命じて、材木等の用意を行わせるも、7月26日父に、先立って病死した。去年54。この忠義は、幼少のため、家徳は、父が再び継いだが2年後の慶長を14年に死去。その後は、老いの中部佐が継承した。ありがとうございます。